二次関数の関数数ののについての第2回今回は二次関数一旦を連れて、えー、図形の移動について、えー、一般論を展開しておきたいと思いますといっても、えー、対象となる関数はあ二次関数でありますがテキスト二ページ12行目以降を開いてください放物線 y=2x イコールの二乗と放物線 y イイコールマナス2 x 2乗 この二つの間にある関係については前回もお話ししたわけでありますがそれは一方を X 軸に関して折り返してやるつまり X 軸を基準にして Y 軸方向にマイナス1倍してやるそうすると他方が得られるんだと,というこうお話をいたしましたでこのようなある直線に関して折り返す そういう風にして造付けを移動することを対称移動まあ詳しくは線対称移動直線に対,対して対称移動するので本当は直線対称移動というべきなんでしょうが一般には線対称移動とかあるいは対称移動という風に呼びますこの対称移動という言葉にわざと、えー、わざと線対称移動という言葉を増やしたのはあ 対称の移動の中には点対称移動というのもあるからであります。これについても実は後で触れます。で一般に15行目、26行目にあるように放物線 Y イコール AX 以上放物線 Y イコール X 以上というこういう風うに言った時は A は0でない定数である。 そういうふうに思っているわけではありますけれども、それを X 軸に対して、対称移動すると、放物線、マイナス、Y イコールマイナス AX2 乗になるということです。13行目の例は A、A イコール2の場合であるということですね。あるいは A、A イコールマイナス2の場合である、と思ってもいいわけですね。A イコールマイナス2の場合、15行目、Y イコールマイナス 2X の二乗これを X 軸、これを、えーこれ、これを X 軸に対して対称移動すると y、Y イコール 2X2 乗。 え、あ、そっかそっか。ごめんなさい。ごめんなさい。マイナス 2x の2乗。これを x 軸に関して対称移動すると、放物線 y イコールマイナスマイナス 2x2 乗。言い換えれば、y イコール 2x 2乗ということになります。こういうことであります。で、移動にはですね、このような対称移動の他に、えー、17行目にある平行移動というものがあると。こう書いてありますが、平行移動というのは、 右の図星がツーッと移動するそういう絵が描かれておりますが与えられた図形上の全ての点を同じ向きに同じ距離だけ移動するそういう移動を平行移動というふうに言います移動というのは対称移動と平行移動というのだけだかというともう一つありましてそれが回転移動ですね図形を ある点、定点で中心としてある角度決まった角度例えば90度なら90度だけ回転するそういう移動のことを回転移動と言います実はある点を中心として180度回転するというのが先ほどちょっと触れた「天体称移動」というやつなんですね点対称移動とい,うのという言葉はあまり使わないのは天体称移動というのは180度回転。 と同じものでであるからですしかし180度回転というよりも天体と小移動といった方が分かりやすい場面もありますので天体小移動という言葉も合わせて覚えておいておくといいでしょう単に対称移動といったら14行目のようにですね線対小移動のことを意味するということですでこのようにして移動は対称移動詳しく言えば線対小移動そ,そして平行移動で回転移動 この3つに分類されることができるわけです。で、その中でも特に対称移動、平行移動というのが、えー、まあ、放物線のグラフに関してはとても大切なわけですね。えー、放物線を回転するというような話は、あ皆さんの勉強がかなり進んでたところで初めて論ずることができる、ちょっと難しいテーマであります。えー、さて、 22行行目目から24行目このたった3行でありますがとても大切なことが書いてありますので注意してください。以下では一般の二次関数 y=ax2 乗2乗プラス bx プラス c のグラフが y=ax2 乗それを平行移動したものそれを放物線放物線 y=x2 乗に、えー、bx プラス c を無視したあそういう方程式の表すグラフこれを平行移動したものにすぎないということこれが証明されるということですねもう一度よ一般の二次関数 y a x 二乗プラス b x プラス c のグラフが放物線 y a x 二乗を平行移動したものであることを順,順を追ってしまそうぞこれは不思議です不思議な性質ですねこれは二次関数のを持っている 最も一、一涼しい特徴と言ってもいいですね。一般に二次関数 y イコール x の事情というのは与えられる。その y イコール x 事情に、え、一次関数 b x プラス c を加えてある。一次関数 b x プラス c。すでに b x プラス c は一次関数だもんね。b x プラス c を加えてある。その。そのグラフが、全体として平行移動したものやる。 こんなことは普通の関数においては起きません二次関数の場合だけなんです皆さんがよくご存知の一次関数の場合についてちょっと考えてみましょう例えば直線 y=ax 例えば y=2x として直線 Y イコールと書,き書いてください直線 y=2xy=2x 原点を通って、えー、傾き2の直線であります y=2x に対して、えー、じゃあ x プラス1というのを加えてあります。二十三行目の最初のように y イコール 2x プラス x プラス1。b と c ともえともですね。最初は ax の事情という代わりにここはただの xax ここは一月の 2x ということですね。でこの 2x に x プラス1を加えるとそうすると実は 3x プラス1となりますね。 この 3x プラス1のグラフはもともとの y=2x の平行移動したものでは全くありません。傾きが違うわけですから平行移動ではないんですね。ところが実は放物線に関しては y=ax2 乗に bx プラス c という1時間数分を加えても実は元と全く合同な、ま、y=ax2 乗に y=x2 乗に という放物線を平行移動したものそういうグラフが得られるということで,ですね驚くべきことですね素晴らしいその驚くべきことが段階を追って説明いたしますがちょっと先取りして丸 ③ ページ y イコール3えーえー、ちょっと先取りして y イコール ax2 乗プラス9という定数を加えたものこういう場合についてはそれは直ちに言えるに決まってる これは実は2次関数に限らないわけですね。例えば先ほどの、えー、y イコール 2x に対して y イコール 2x プラス1というのを考えると、それは y イコール 2x と,、えーえー、という直線を y イコール y イコール y イコール 2x という直線を y イコール 2x プラス1、えー、y 軸方向に1、えー、移動しただけど直線になりますね。しかしながら一般にいい ゲッの1次関数を加えたものはそうはいかないわけですね。そこでこのことを段階を追って証明しようというわけです。ちょっとワクワクしてきませんか素晴らしいね。今回は図形の移動について対称移動と平行移動というのをこれを2次関数について考えるというお話をしました。そして最も不思議なことに2次関数というのは 一時間数を加えてもそのグラフが形を変えないどころか大きさも変わらない合同つまり平行移動することによってそのグラフを書くことができるそれを証明しようという全体のストーリーについて勉強いたしました素晴らしい